どうも龍神チャンネルの宮ちゃんです。さあ今回も試合の動画をお届けしていきます。今回は清田リーグ2部第6戦カットライブ44さんとの試合をお届けしていきます。さあカットライブさんはここまで全勝ということで、その全勝のチームに龍神挑んでいきます。さあカットライブさん、昔からあるチームで、過去には春さんが所属していたチームになります。さあ世代交代を果たしたそのカットライブさんに龍神打線挑んでいきます。さあ先頭バッターの勇気はピッチャーフライに倒れて、今バッターは田地さんいい当たりをしますが、ここはサードの守備範囲内。さあ2アウトとなり、3番バッターは梅ちゃん。さあ梅ちゃん、ここの変化球に空振りで3アウト。さあ1回の裏、龍神の守備、先発はデンちゃんにお願いしてあります。さあ1番バッターに大きな当たりを打たれますが、ここは勇気の守備範囲内。さあ続くバッターのこの当たりは田地さんが腕を伸ばしてナイスキャッチ。さあなんとか均衡を保ったまま行きたいところでしたが、これはフェンス直撃のツーベースヒット、タッチまでいけませんでした。さあ早々にピンチを背負いますが、ここはフォアボールで傷口を広げたか。しかしデンちゃん、ここは三振に打ち取り3アウト。さあ2回の攻防に入っていきます。先頭バッターはそのデンちゃんから、デンちゃん初球のスライダーを狙っていたそうです。その打球がこちら、狙いすました。この打球がセンターの奥深く、フェンスを越えてホームラン。いやしかしこれ、いや見事に捉えましたね。ナイスバッティングでした。さあ先制は龍神。さあ5番バッターのこっちはフォアボールを選びます。さあここで6番バッター宮ちゃん、何でもできる状況でセーフティー。さあサードが無警戒だった。そしてこれサードベースが空いてるところを見て、一気にこっちが三塁へ行きます。さあこれもうタイムかかってるんで、このこっちの走塁は無効となります。これ本人も分かってますけどね。さあ2、3塁からサティウさんが前進守備の二遊間を抜いて、二塁ランナーの宮ちゃんが一気にホームを狙って送球がされる間に、これが2点タイムリーとなります。さあしかし佐藤さん、よく捉えた。さあ続くバッターの方が仕掛けていく。さあ相手の動揺を誘っていきます。しかしここはファーストへのハーフフライと思いきやこぼすが、これはセカンドがカバーしていました。さあランナー二塁から風太はここはちょっと抜かれて三振。さあバッターは勇気に帰り、ここで佐久さんが隙を見て盗塁を仕掛けます。さあここで終わりたくない。さあランナー三塁から勇気がこれサードゴロを打ってしまいますが、サードのこの送球がこぼれてちょっと衝突してしまいますが、セーフとなり4点目をゲット。さあバッターは田地さんのこの場面で勇気がこぼれた球で三塁を狙いますが、これはキャッチャーがナイス送球でした。ナイスプレイ。さあ4対0とリードをもらったデンちゃん、ここは見逃し三振。先頭バッターを打ち取ります。続くバッター、ここはファーストゴロでコウがさばいてツーアウト。
続くバッター、ここはサードゴロで宮ちゃんがさばき、スリーアウト。3人で攻撃を切ります。さあ3回の攻防、3回タジさんが先頭バッターとしてヒットで出塁をします。さあ先ほど打ち取られている梅ちゃん、ここは低めの球をうまくすくって、速い打球がライトへ抜けていく。さあノーアウトランナー1、2塁とチャンスを作ります。さあそして先ほどホームランのデンちゃん、デンちゃんここは打ち上げてしまい、ショートフライですかね。さあバッター5番のコッチ、コッチのこの打球ライトに抜けていって、タジさんが一気にホームを狙うが、ここはライト強肩、タッチアウトで5点目はならず。しかしライトナイスプレーでした。さあ続く宮ちゃんはここは差し込まれてしまって、ファーストへのファールフライで3アウト。さあ3回の裏、ここは抜いた球でデンちゃん、まずは先頭バッターを三振。続くバッター、このちょこんと当てた打球がセンターの前に落ちて出塁を許しますが、ここは見逃し三振。さあ2アウト1塁として、ここでランナーが仕掛けてくる。サティオさんこぼしてしまうが、フェイントでこのタジさんのこのコミカルな動き結構ツボですね。さあ2アウトからランナー2塁、さあこの辺りは右中間、勇気が足を使ってキャッチして3アウト。さあ点数を許しません。4回の攻防、さあ4回はサティウさんから、サティウさんここは抜いた変化球で三振。続くバッター、こうこのいい当たりがどうだ、届くか、届かない。さあこのゴルフ打ち、そろそろ卒業してほしいところですね。さあ続くバッター、風太、ツーアウトからこの当たり、低めをすくった打球が右中間を破って、これがコーンの向こうに打球が行きましたので、エンタイトルツーベース扱い。さあ2アウト2塁から、バッターは途中出場のケイちゃん、ここは三振で3アウト。さあ追加点はならず。さあ4回の裏から中村にスイッチしています。ファーストは小路さん、まずはファーストゴロでワンアウト。さあサードには春さんが入っています。さあこのバッターの辺りはピッチャーゴロで中村がさばいてツーアウト。続くバッターはここは空振り三振。いやーしかし前の試合から中村絶好調ですね。さあ5回、先頭バッターはこちらも途中出場の厚、ここはキュルキュルでピッチャー弾きますがワンアウト。さあバッター梅ちゃん、先ほどもいい当たり打っています。ここも球足が速い。さあ2打席連続のヒットで梅ちゃん出塁します。さあそして中村が打席の場面でワイルドピッチでランナーが2塁。さあここでサードへのゴロを打ってしまいますが、ここでサードがお手玉。さあこれでランナー1、3塁のチャンス。バッターはコッチ、コッチもこのコース狙っていたか、ラインドライブ系の打球がライト後方に飛び、これもエンタイトルツーベース扱いでランナー2、3塁となります。そして5点目をゲット。
さあバッターはハルさん、こちらも途中出場ですがしっかりとフォアボールを選んで出塁をします。さあこれでランナー満塁。さあサーティオさんの場面で仕掛けます。さあこの場面でエンドラン、これちょっと中村笑っている。これをキャッチャーがナイスキャッチして送球がサードに行くがこれはセーフ。そして春さんがまだ戻っていない。春さんはこれもファーストよく止めた。ナイスプレーでした。しかしこれなんとなくですけどホームスチールいけたんじゃないか疑惑がありましたね。もうちょっと中村も困っちゃって止まっちゃってますもんね。さあこのチャンスをものにしたいところで小路さんがセカンド後方への当たりでランナーが1人ホームイン。そしてこっちが激走チョークホームインで7点目をゲット。小路さんナイスバッティング。さあ7点目をゲットしてバッターはフータ。さあここでもうワイルドピッチでおじさんが2塁へ進みます。さあランナー2、3塁ものにできるか。さあここは変化球を引っ掛けてしまいショートゴロでこれも際どいタイミングだったがアウトとなりまして7対0のまま最終回を迎えます。さあ最終回先頭バッターこの思い切って振られたあたりでしたがセンターケイちゃんの守備範囲内ナイスプレイ。さあワンアウトから続くバッターはこの落ちるスライダーで三振。さあ最後のバッター見応えがありましたので全球勝負でいきます。まずは初球スライダーボール、2球目ストレート、これはちょっと力んだか。さあ3球目も少しそれてしまってスリーボールから、さあこれを振っていくバッターも強気。さあ続くボールは空振り、ツースリーからこれはファールで逃れる。このスライダーもついていく。さあ最後のボールになるか。このボールは気持ちいいぐらいの三振で試合終了。さあカットライブ44さんとの一戦は7対0と珍しく大差での勝利となりました。さあしかしカットライブのピッチャーの方、前日にメッセージなどいただいてありがとうございました。また機会があればぜひ試合をさせていただければと思います。今回の動画は以上になります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。